ちょちょっと待って俺のさ加藤純一にわかジョジョトークしていいジョジョトークアメトークじゃなくてジョジョトークしようぜ俺あのー、まあジョジョってさ正直多分俺が生まれる前から連載してるでしょあれあれ何年から連載してるで俺物心ついた時に小学校4年生ぐらいかな45年生いや4年生だな小俺が小3とか小4だから俺が10歳25年は絶対連載してるのね 100%86 年から 俺しってことでしょ俺が小学校4年生の時におそらく第3部を連載してたのねですごい怖かったの当時スーファミがすげえ流行ってて世間で1995年ぐらいかに第3部やってたのねでこの時に俺は PTSD になったのなんでかっていうとスーパーファミコンで「ジョジョの奇妙な」 ジジョジョのの奇妙な冒険のゲームソフトが出て俺はな小豪華、まあ、小456ぐらいの時に友達のトルゴックスと熊田雅史と3人でスーファミのジョジョをやりまくってたのね。空女のジョー太郎ポルナレフ歌教院、ジョセフ・ジョースターとかイギーとかのあの一番俺が思い出に残ってるシーン。 で夕方にさ友達の家帰る時にスタンドに襲われるんじゃないかってマジであのー、恐れながら帰ってたのだから俺徐々大っ嫌いだったの幼少期の PTSD のせいで徐々マジで嫌いそうアブドゥルな徐々マジで嫌いだったのねで時をす時が進むことを多分おそらく2019年1415年の年月を経て俺は徐々一部から見始めたの でまずさ俺ここで1個疑問があるんだけどさなんでさあんなもうさ30年来の人気のコンテンツがなんでさここに来ていきなりさアニメ化されたのアニメ化されたから再燃したのリメイクされたんだいつからまずアニメ化されたのいやその俺大っ嫌いだった徐々のなんかその一時期アニメとか漫画を見まくってた時期に 何か面白いアニメ教えてって言われた時にやっぱりみんなもうみんなジョジョだろ「ジョジョだろジョジョだろ」って言ったので分かったっつって単行本じゃなくて原作じゃなくて俺アニメから見始めたのそれがマジで神だったのねめちゃくちゃおもろかったのただねやっぱ心のモヤモヤはあるわけじゃんいやでもなんか俺好きじゃねえんだよな気持ち悪かったのね肩からさ人間生えてきてさ戦うのが んでさ、一気見して、まあ一部二部くそおもろかったのね。一部神、二部神だったの。で、問題の三部が、狼だったのね。くソそおもろかったの。一部神、二部神、三部狼だったのね。めちゃくちゃ面白かったの。狼、大神、じゃあ海王神。ドラクエワン、ツー、スリーみたいな、まあ、 ちょっと考察混じ今、まあ、ちゃんとつながってるけど若干考察入るようなつながりじゃなくてしっかりこのバトンを受け継いでいく感じがめちゃくちゃ面白かったの。でいやこれは俺とんでもない作品に出会ってしまったっていやもう3部もう全然だれなかった1から3部までもうマジで一気見マジで一気見で問題4部になったのね4部俺4部がほんと好きじゃなかったの見てて。理由はいいいやいやいや これ大人になっっったたサザエさんんじゃとと思ってずっと見たのまず大っ嫌いな原因として光一がうじうじしててもうイライラしてた光一がねめちゃくちゃうじうじしてんのあんなやつのさ恋愛パートなんてさこれっぽっちも興味なかったので俺は主人公史上主義者だから俺東方丈助のがもっと中心になってなんか話が進んでほしかったのででもさ モリ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 うリモリモでモリ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 モいモリモリがリモ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 リ かわいいんだよしか言わない認知症のじじいになって出てきて、俺のスター、あんなに一緒に、ね、旅をしてきた俺のスターが、もう本当にダメだ。松井が骨折した時と同じ気持ちになったんだから。見たくなかったの。で、2年寝かせたの。1、2年寝かせたの。あ、もう見れねえっ,つって。最近、ちょっとさ、あの肩痛かったりして、 うわちょっと気を紛らわしてから徐々に見るかっつって見始めたの、ね、20話ぐらいからで多分これ4部好きな人にも俺分かってもらえると思うんだけどあのさ光一とさ髪の長い女の整形の話とか一番あそこ一番だれない正直何 <laughs>、ね、それは認めてほしいあそこ一番だれるでしょあそこ一番だれるだろう友香子と光一の恋愛なんで俺はなデュオを倒しに行く スターの話を見せたのにゆかこと恋愛のゆかこと光一の恋愛の話しなきゃいけないんだでもまあでも見るかっつって見てて33話キラ吉影が出てきたぐらいあたりからいやジョジョじゃんっつってめっちゃおもろくなったので結局4部も神だったんだけど日本からさ海を渡ってエジプトでのねなんか大冒険敵のスタンドもさ RPG 見てて面白かったの敵のスタンドもなんかさ だんだん強いやつが出てくるみたいな要はさ4部のラスボスってただの変態じゃんあれそれでちょっとなんかもっとスケールでかいまだ日常系で面白かったんだけど本当に最後の戦いとかもめちゃくちゃ盛り上がってちょっとねあの神神大神小神だったのね俺的にはもちろん他のアニメのとかに比べたら全然面白かったんだけど神神大神小神だったのもうね5部よ5部 マジで地球、ジアース。めちゃくそ面白い。今、だいたい10話ぐらいまで見たんだけど、ゴブ、ジアース。あれ、ゴブのジアース具合がマジシャレンならん。シャレンならん。マジで。だって主人公、1、あれだよ。3部のラスモスの子供ってのがマジで、くすぐる。しかも俺の、 名前聞いたことあるやつが出てきた。アブドゥル。アブドゥルじゃないなんだっけあいつ、あの、汗ベローってなめるやつ。汗ベローってなめるやつ。ブチャラティ。ブチャラティが出てきたの。で、ブチャラティ。ブで、ブチャラティの本名なんだっけなんかね、名前もいいんだよ。ジョルジョ・ジョバーナ。ジョルジョ・ジョバーナ。ジョルジュ・ブルーのジュブチャラティ。どういう話かっていうと。 マフィアで成り上がっていく話なんだけど高一が出てこなければマジで神このままこのまま俺高一アンチだからあれいつも2チャンで高一叩いてたけど高一さえ出てこなければ俺はもうこの100点で完走できると思うあいつさ首突っ込んでくんだよなんでさ主人公でもねえのにあいつを中心に物語が進んでいくの吉良義陰が背中をさ吉良義陰じゃない なんだっけあいつあの漫画家岸辺露伴がさあの背中見せちゃいけない時にさ岸辺露伴はクセモ者だからねあの主人公の東方丈介とかさ空城丈太郎に頼らずにあえてなあいつに頼んだんだよ光一光一に頼んで家まで来てくれって家まで呼んでで背中に今。 スタンドが敵のスタンドが取り付いてるんだって言ったのにかかわらずなんで俺をおちょくるんだチビ特有のプライドの高さが出てて <laughs> 一番ムカつくじゃんお前なんかなんでそんなこと言うのどうせお前も僕をからかいに来たんだろうつってめちゃくそあいつなんか信用せずに出てったのねあれさえなければいやそこまでなんかこいつも成長してきたな俺が大人になってあげなきゃいけないんだなって高一のこと好きになりかけてたのにもうあれで一気に 嫌いになった本当に高一ダメ高一は元一般人でジョスケいなかったら死んでたからなまあいやそだってお前そんなこと言ったらさあの小銭集めてるやつでもよかったじゃねえか俺あいつだったらマジああいうやつがあの気持ち悪いやつが最後までくっついてくるからいいんじゃねえか何だっけあのシゲチーえ <laughs> ってやつシゲチとかさ あの一番なんか 5, 分5話ぐらいで出てくるあのヤンキーのチビは同じチビでもあいつらいいチビじゃねえかめちゃくちゃよかったじゃねえかあまみだっけ <laughs> あの女の子みたいなやつなんか噂によると俺今5部読んでるじゃん5分のアニメ見てるじゃん,んアニメ化されてるのは5部までって聞いたんだけどそれ正気化最新作までアニメ化,さし,アニメ化してほしい ななな何年前から、ねあのー、アニメやってんのずっと今でも継続してやってんの ?6 部がめっちゃ面白いめ6部はいつかやる6部は文字が多す,多すぎる6部は人権問題ある6部は不人気だからな <laughs> なんで6部って賛否両論あるのちょっとさ概要というか例えば1部2部3部デュオ倒す話4部えー、まあその大森町での物語 5部マフィアで成り上がる話みたいなめちゃめちゃおっきい筋は何なの6部は何6部は丈太郎が弱体化するお前俺も見えよそれ丈太郎がさ「おいこの赤ん坊はうちのおじいちゃんから受け継いだんだよ」つって認知症出てきたら俺正直マジでいや立ち直れん立ち直れない老いぼれっていうか娘が出てきて弱くなったお前さあれだろ みんなはさ4部とかが好きだから4部ど直,直撃世代だからジョセフ・ジョースターが弱体化して元々もとじじいだったから出てきてもいやいやあいつ別にいいじゃん脇役じゃん名脇役じゃんとか思ってんだろうけど俺の中でのお前らの中でのジョータロウ俺の中でのジョセフ・ジョースターだからな1個前の世代だからねだからジョータロウが弱体化して辛かっただろう同じ気持ち分かるだろう俺はジョセフ・ジョースターが弱体化してめちゃくちゃ辛かったんだよ味わえクソざまみろだわ ちょざまみろ。4部オタクが6部で地獄見るのが。じゃあじゃあ楽しく見れるわ。俺が見た地獄をみんな味わってるんだなっていうのを見ながら、ちょっと待って、あのさ、6部の丈太郎の顔だけ見ていいいや、全然変わってねえじゃん。クソ整形してんじゃん、こいつ。なんでお前、お前、ジョセフ・ジョースターはあんなに、あんなに追いぼれになったのに、全然変わってねえじゃん。クソイケメンじゃねえかよ。中学生のも、時止まってんじゃねえか、こいつ。 見た目がさ老いてないとさ余計つらいだろうこんなにこんなに見た目がっこいいのに弱いのかってなったのだろう小一君,君がいなければ俺は死んでいたな死んでねえよと思ってたほあ、敵が強いんだどん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 書き換えられていくんだろうな <laughs> 松井秀樹だって高校生ぐらいの時から全く見た目が変わってないだろば変わってな松松秀樹は若返ってんだよニキビとかがなくなってる お前美容の2チャンネルの美容スレで松井のニキビのクレーターはどうやって直したんだってずーっともう30年経つ今でも女子たちから女子たちがそれについて話してんだぞ俺はいつもそれ荒らしてたあ俺松井ファンだけど松井は野球であの砂が舞いすぎて大根おろしみたいに削られて綺麗になったんだよマジだからなこれ美容オタクが「松井は何であんなニキビ,がニキビの跡が治ったんだ」って。 7部の主人公下半身麻痺へえ動けないってことか、ね、今もさまださジョジョって連載してんのもう心配なんだけど俺がさ生きてる間、まあ、ちょっと遅れながらまあ俺でも1回ずつしか視聴してないし原作読んでないから本当のにわか知識で申し訳ないんだけど延々に8部連載してんだあんまり売れすぎ,売れすぎずに売れすぎるとさ担がれてさ大変になっちゃうから 今ぐらいの本当にやっぱ鬼滅みたいにバンと売れちゃうとさ大変じゃんこのままずーっとじり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 一生俺を楽しましてほしい今俺だから五分見てんだよめちゃくそ面白い羨ましいだろ何の予備知識もなく五分見れるのただなんかねスタンダードなスタンドの強さじゃねえんだよな四部で体を直す 5部でなんか生命に活力を与えるとかちょっとなんかサポート的な側面を持つスタンド使いが主人公っていうところが俺こどっちが好みかって言われたら前者の好みだから「時止めてぶん殴って」みたいなめちゃくそかっこよくない ?1 部2部3部オープニングとエンディングがめっちゃ良かったわ8部の主人公はチンコがなくて金玉が4つある。 僕は勃起してしてまったんだよねなんか気取ったさなんかそういう描写が多かったのキラ。喜来義けが正々堂々と下ネタを言うとか気取ったアニメ通のアニメ通ぶってる気取った女がそういうので私別にでもジョジョならこういうのを受け入れられるジョジョは別って思ってそう。 モナ・リザを見て小学校4年生の時の俺が勃起しちゃっただったらさ真帆とも許してやれよあいつなんか,なんか中学校1年生ぐらいの女の裸見て勃起してたんだからそういうやつが絶対にマホを叩かないでほしい何が違うの小学校4年生の時にモナ・リザ見て勃起した嫌いを仕掛けと中学校1年生の女児の裸の写真を送らせてあの勃起した渡辺真帆と俺ちなみに勃起しないから渡辺真帆と否定できますそんな性犯罪はやめてください 勃起しちゃいましてねって言われた時のあの女警官がはーっみたいな感じたあれ女警官だっけな？あの辺もなんかちょっと俺納得できないところいっぱいあったんだよな。なんか近所で戦ってんのに全然気づかねえバカども。全然気づかねえバカ子と高一。まあ高一のところが川尻り早だったらあの小学生だったら俺も最高だったね。川尻り早とマジでいいわ。あいつにも早く。 あいつにスタンドが発言してゴムに出てきてほしい。ハヤトお前に任したぞ。俺、高一アンチなんだよ。あいつマジクソ神。あいつスピードワゴン的役割全部一人で担ってたからな。やっぱそれがなかったんだよ。高一はさ、スピードワゴン的な役割を担わなければならないのに、あいつなんか戦いでしゃしゃり出てきてて。しかもなんならあいつのスタンド成長するとかいうわけわかんねえ。お前なんかその現状ピッコロ、ドラゴンボールでいうところのピッコロ。なあ、一部でいうところのスピードワゴン。 そういう役目を担ってたのに何か知らないけどさなあの紙にさ閉じ込められる時とか出てきた時にさなんだろ主人公出てきたみたいな感じで出てきたじゃんあいつ俺今でも覚えてるぞなんかねなんか東方丈介が、まあ、これちょっとなんかこう叙々立ちしてこうやってなんか出てきたんだよなん、ね、いわゆる叙々立ちみたいなその後ろで、ね、横顔で、ね、なんか にんみたいな、<laughs> この一番 <laughs>、一番かっこいい描写の後ろ向いて、こうやって出てきたんだ、あいつ。で、なんなら絵のよりは、絵のよりは、孝介より。孝介じゃねえ、あ、じゃあ名前書くねえわ。エニグマ戦、エニグマ戦、クソおもろかったのね。東方スケ半分切れてるのに、孝一が真ん中で出てきたの。許せないっすね。 で言言っっててて本当だよねって言って出てきたのなんで光一なんだよ俺主人公やっぱ悟空が弱いと嫌じゃんこっちにスポットをもっと当ててくれよハ <laughs> 光一がゴブで出てきた時に俺ほんと一人でこうやって見てて「また出てきたこいつー!」つんーで察しも悪いからさあいつうんーかさ「君が君がこのおじいさんを殺したんだよ!あ」あすぐあいつヒスを起こすのね。 あいつヒスを起こさなければまだ見てられるんだけどなんかさゴムの主人公が老人を助けようとして一生懸命頑張ってたのになんかいきなり上からで「ねえ君だよねこのおじいさん殺したの君だよね!」ってずーっと耳元で言ってたのねヒステリック高一だってバッグ盗んだのいやなんかわかるでしょ <laughs> よかった光一嫌いになってきたよし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 ,よし <laughs> よし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 。俺はこうして自分の自分の信者たちをこういち嫌いの方向にこれでなんていうの今多分あいつ好き9割嫌い1割じゃんなんとか7さぐらいにしたいみんなこういち嫌いになったたちキシメロファンめちゃくちゃ好きだよってな一番好きだ